阿南市立図書館は、徳島県阿南市の公共図書館である。阿南市立阿南図書館、阿南市立葉野浦図書館、阿南市立中川図書館の3館からなる。2005年12月27日には、阿南市立図書館条例を制定した。2006年3月20日には、阿南市が中川町と葉野浦町を編入合併し、 阿南市立図書館は、阿南市立阿南図書館に、花浦町立図書館は、阿南市立花浦図書館に、中川町立図書館は、阿南市立中川図書館に、名称変更。阿南市立図書館条例を施行。同年4月には、中川図書館が、平成18年度、子どもの読書活動優秀実践図書館文部、科学大臣賞を受賞した。2008年3月には、 図書館総合情報システムを導入し、12月には阿南一子どもの読書活動推進計画を制定した。2009年には平成21年度子どもの読書活動優秀実践図書館文部科学大臣賞を受賞。2013年2月には移動図書館社若竹号と仏勲の運行を終了し、4月16日には移動図書館社 ひまわり号の運行を開始した。2016年2月2日には、国立国会図書館図書館向けデジタル化、資料送信サービスに参加。ありがとうございます。